シャルル・ルイ・フィリップは、フランスの作家。フランス中部、アリエ県のセリーに、キグツヤの息子として生まれる。1891年に科学系バカロレアを取得し、パリに出て、グランゼコール受験準備に努めていたが、病弱であったことも災いして、不合格を繰り返し、学業を断念した。その後、パリ第四区の区役所に勤めた。当時、社会芸術運動を提唱していた。 ランクロ氏の同人となり、ディケンズ、ドストエフスキー、トルストイなどの影響のもとに多くの作品を発表する。はじめは、高等主義的な作風に惹かれるが、やがて貧しい庶民の生活をみずみずしい感覚で描くようになった。その作風は、写実的ではあるが、民衆への温かい理解が行き渡っており、当時の自然主義作家の作風とは対極を成している。

なかったので、人は彼の融合、バルザックにも劣らぬ巨匠たる貫禄を見失い、あるユーモーカの日本の男は彼をカナリアとさえ呼んでいたと評している。随幕園に、ョーチフスを併発し、35歳の若さで死去。故郷セリーの墓地に埋葬された。破壊死のシャルル・ルイ・フィリップ像は、アントワーヌ・ブールデル作である。代表作に、ビュビュド・モンパルナス。 没後出版された短編集、小さな町で、などがある。ビュービュード・モンパルナスは1971年にマウロ・ボロニーニ監督により映画化された。映画の放題は、同年、山崎豪太郎の翻訳として刊行された放題、愛すれど、悲しくによる。複数の短編を含む、翻訳書全集。ありがとうございます。